ね、きちっとこの仏教の教典を学んで、そしてイエスの教を学んで、そしてベーダーを学んで、さらにこういうスティーブン・ホーキングのですね、まさにこれが仏教なんですよ。スティーブン・ホーキングが語ってるこの言葉は仏教なんですよ。スティーブン・ホーキングは何もない真空が宇宙を生み出したわけではないと。こちらの宇宙の側のが真空を通して自らを宇宙が生み出していると。それは取りも直さず、この世界にいる三次元世界にいる如来っていう人が、 えー、下脱することによって真空の状態に戻りましたと。そしてそこに他の弟子たちも下脱させ入れることによって、えー、宇宙を生み出していると。つまりこの宇宙の側の人間の側が下脱して真空の状態に戻って、そこから時期を授けて宇宙を生み出しているっていう。まさにスティーブ・ホーキングは、えー、仏教のこのですね、まあ基本的な流れの一つを見つけたんですけど、まあ科学がいけるのはここが限界なんですよ。えー、ですけどじゃあ無償法人って何かって言ったら、 えー、この一つの場の中にはですね、無限に如来が時期を授けていると。そしてその、はい、こんにちは。えー、魅力の時代に生き残るために、えー、ボルファイブになります。ボルファイブですね。えー、今回のタイトルはですね、あなたの正体は無償法人。あなたの正体は無償法人。えー、ではこの無償法人とは何か。無償法人とは何か。 まあ普通の、まあ日本人、まあ普通のこの今地球上に住んでる人間でえ、無償法人って言葉はですね、その人生の中で聞いたことがある人ってのはすごい少ないと思うんですよ。またそれが何かって考えたことがある人も少ないと思うんですよ。えー、ですけど、まあ一般の常識の中ではこの無償法人に当てはまる言葉っていうのはありません。えー、おそらくですね、世界中のですね、まあこういった晴典、まあ経済書、 え、物理学書、科学書、え、いろんなもの、哲学書、いろいろあると思うんですけど、無償を放任っていう言葉に当てはまる言葉はありません。まあ、そのぐらい一般の人からかけ離れた言葉なんですよ。ところがこれが全ての人間の本質的な実態なんですよ。ですから本来この言葉ってのは誰でもですね、日常語り、語らなくちゃいけない言葉なんですけど、この言葉を全く、えー、この世界は忘れてしまった状態なんですよ。 で、この言葉もですね、お釈迦様が、えー、オリジナルで作った言葉なんですよ、無償法人っていうのは。まあ、あと、えー、悟りとか、あと下脱とか、あと受、樹木、極界、会。えー、こういうですね、重要なキーワードがあるんですよ。人間の生命進化のキーワードですね。えー、あるんですけど、極界会とか樹木なんて言葉も、多分もう、皆さん全然、その人生の中で、そんなことを考えたことも、聞かされたこともないと思うんですよ。 まあですけど、これが存在の本質的な、えー、状態が無償法人で、まあそこにですね、たどり着くためには、まあ下脱して、まあ里を開いて、虚空会を開いて、そして時期をもらう、もらって、さらには生まれ変わって、今度はそれを授ける側の如来にならなくちゃいけないと。そしてそれがですね、この無償法人を完成させる道なんですよ。と言っても全くですね、えー、何のことを言ってんのかわからない人がほとんどだと思うんですよ。 まあ、要するに、えー、目覚めよ、日本人。なんて言ってる人が今、たくさんいますね。目覚めよ、日本人と。その人が言ってる目覚めよってのは何かあったら、要するにロスチャイルドみたいなのが、まあ、この世界構造の後ろにいてですね、まあ、いろんなもので、世界して、ま、世界を支配してますと。そして、まあ、いろいろですね、今やってますと。このぐらいのことが分かれば、目覚めよ、日本人を目覚めたって状態だっていうのが、えー 思ってるみたいな人が勝手に目覚めよう日本人って言ってるんですけど、そんな人全く目覚めてません。そして大体その人が次に言うのが、次は魅力の時代が来ると。目覚めよう日本人と。えー、この世界の構造に、を支配しているものが、ロスチャイロックフェラーナルクに目覚めよう。そして、この後、えー、魅力の時代が来ると。じゃ、魅力の時代って何かってその人たちに聞くと、なんか風の時代がどうだとか、えー、魅力は369だとか、 えー、666だとか、なんかわけのわかんないこと言ってるんですけど、魅力っていうのはですね、あの仏教を勉強する人のことなんですよ。魅力ってのは仏教を勉強する人のことで、そしてこの無償法人を、えー、悟る人のことを魅力って言うんですよ。ですから、目覚めよう日本人とか魅力の時代が来るとか、風の時代が来るとか、えー、135度の、えー、ガイアの法則で次は、えー、 淡路島が文明の中心になるなんていうですね、何の根拠もないことを言ってる、この人たちっていうのは実は全然目覚めてないし、もうはっきり言って、もう誤解って言って、嘘の教えを唱えてるわけだから、この人たちってのはもう最後のこの時代に生き残ってはいきませんと。えー、私のようにですね、きちっとこの仏教の教典を学んで、そしてイエスの教えを学んで、そしてベーダーを学んで、さらにこういうスティムホーキングのですね、まさにこれが仏教なんですよ。 スティーブン・ホーキングが語ってるこの言葉は仏教なんですよ。スティーブン・ホーキングは何もない真空が宇宙を生み出したわけではないと。こちらの宇宙の側のが真空を通して自らを宇宙が生み出していると。それはとりも直さずこの世界にいる三次元世界にいる如来っていう人が、えー、下脱することによって真空の状態に戻りましたと。そしてそこに他の弟子たちも下脱させられることによって、えー、宇宙を生み出していると。つまりこの宇宙の側の人間の側が下脱して真空の状態に戻ってそこから 時期を授けて、宇宙を生み出してるっていう。まさに、スティーブウォーキングはえ、仏教のこのですね、まあ基本的な流れの一つを見つけたんですけど、まあ科学がいけるのはここが限界なんですよ。ええー、ですけど、じゃあ無償法人って何かって言ったら、えー、この一つの場の中にはですね、無限に如来が時期を授けてると。そしてその時期から生まれる無限の世界で無限の瞬間っていうのがあって、 そしてさらにその中で全ての生きときけものが如来になってしまって、時期を授け終わった状態が全てが終わった状態であり、同時に何も始まってない状態であったと。この何も始まってない状態のことを無償法人って言って、この何も始まってない状態、何もないからこそそこに無限のあらゆる瞬間、あらゆる始まり、あらゆるプロセス、そしてあらゆる完成の状態があるっていう。 この状態のことを無償法に何も始まってない状態って言うんですけど、まあこれをですね、えー、そのまま言っても全く通じないんです。一つ例えると、まあコンピューターゲームってのがありますと。で、信長の野望とか、まあ三国志とか私の世代そのぐらいしかなかったんですけど、えー、そのコンピューターゲームを買ってきて始める前の状態ですね。これが無償法にの状態なんですよ。始まる前の状態があると、その始まる前の状態の何もない真空の形になってない、 状態の中に、すべての瞬間が、まあ、信長の野望であれば、まあ、中にいる黒田浄水だとか、まあ、いろんなお姫様とか、お百姓さんとか、あと、柴田勝家とか、武田信玄とか、上杉謙信とか、えー、いろいろ今、今川義元とか、えー、いっぱいいますよね、武将が。まあ、あと、町人とかすべていますよね。その中の誰にでもなれると。で、誰にでもなって、その、あらゆる瞬間から、そう、始まりが生まれると。例えば、まあ、普通のですね、ええー、 あなたがこの信長の野望の中の織田信長に生まれたとしましょう。まあ1800年代前半にこう生まれましたね。そ,うその肉体を持った瞬間にこの何もない始まってない状態の中にであるからこそどこかに始まりを持てると。始まりっていうのはごあの肉体を持った瞬間でその肉体を維持するためには空間があると。その空間には過去があってそして流れて未来があって自分っていうのは肉体を通して今っていう瞬間があると。で、過去があってそして、えー、昔に過去があって って始まりがあって、そして未来に終わりがあると。その中間に今っていう瞬間があると。肉体を通してこういう状況を作ることができるんですよ。えー、ですから始まってない状態の中には、どこにでも行けるんですよ。どんな設定の世界にでも行けるし、宇宙人にもなれれば、まあいろんな、どんな、えー、時代にも行けると。えー、そういう、それが何も始まってない状態なんですよ。ですけど、その何も始まってない状態の中にこそ、あらゆる瞬間があって、その瞬間の中に、信長もいれば今この世界もあって、私もこの、えー、仮想キャラとしていると。 この仮想キャラを通して無償法人っていうのは自分がなんで無償法人なのかっていう、何もない真空とは何かっていうのを、えー、この仮想キャラである私を通して考えてるんですよ。で、か、このホーキングとかアインシュタインとかもみんな何もない真空がなんでうちが生まれたのかを考えましたよね。まずそこから考えたことが、えー、相対論、また量子論、そして、えー、最終的には統一バリ論ってなるんだけど、その統一バリ論ってのは分からないと。統一バリ論って何かあったらそれこそまさにこの無償法人であって、 で、無償の何も始まってない状態の中に、あらゆる瞬間が統一されて情報にならずにある状態ですね。だけど、その中のこ、この世界っていうのは、す、え、で、ー、に、えー、統一されてるものが、から分離して一つの空間になってると。ここから何もない真空ってのは何かっていうものを考えていく、この仮想キャラを通して何もない真空を考えていくっていうのが、悟りの道なんですよ。そして最終的に、た、え、ど、ー、り着いたのが、始まってない状態っていうのがあって、これが無償人って言って、何も始まってない状態で、 まさにその始まってない状態の中にこそ、あらゆる瞬間、どこにでも行けるし、何にでもなれるっていう、この無限の可能性が入ってるんですよ。で、その可能性の一つで、この世界に来てこのキャラになって、まあ、法経験を読んで、この、あらゆる瞬間が入ってる、この無償人って状態を考えると。そしてじゃあ、この仮想キャラの本質は何かあったら、結局始まってない状態の無償人が本質であって、その本質が、この空間の仮想キャラの一人の仮想キャラになって、この空間に一人の仮想キャラになって、そこから、 この世界の、えー、この無限の法則性ですね。これを考えて理解すると、えー、肉体を持ちながらも自分は無処法人だったってことが分かると。そしてこの自分の肉体を持ちながらもこの無処法人っていう視点から、この世界に残した本が、この法華経で、この法華経によると、えー、我々は本質にある何もない始まってない状態だと。その始まってない状態の中にある無限の情報の中の一つが、えー、仮想世界として、えー 形になって、それを我々は仮想キャラクターとしてお互い同じ時間を、えー、過ごしているような仮想的な状況の中を体験していると。それは何のためかあったらみんなそれぞれ無償法になる自分が、本来自分は無償法になって、それがどういう仕組みになっているかをこれを通して理解するためなんですよ。だけどこの世界の中には必ずですね、あのお金とかで人を、えー、この物質世界のお金とか物質性に引,引きずり込むような連中がいて、まあお金やテクノロジーやですね、えー 戦争とか権力や武力でその我々をそこの世界に引き込,込もうとするんですよ。今まさにその状況ですね。だすけどそれに負けないようにこれを勉強して自分たちは本来形のない、始まってもいない状況が、状態があって、その中の一つの、えー、情報形態であると。何もないシンクを見るための一つの情報ツールであったと。何もないシンクが主体であって我々その、我々はその仮想キャラとしてその何もないシンクの視点から 自分がどういう構造になっているのかを理解するための一つの目であったっていうことですね。はい。ですからこれに従って生きていくことがどういう意味かなった生き方っていう正しい生き方でたった一つの正義なんですけど、実はこの世界にはなんだかいっぱい国があって、一つの国の英雄になったり、えー、変な政治家になったり、総理大臣になると偉そうに見えるけど、実はそれらも、えー、全くこの無償本人に対応した生き方ではなくて、 え、単に、え、ロスサイル時計に引きずり込まれたお金や権力に引きずり込まれた生き方であったと。そういうものから脱却して、この法華経を通して、えー、無償法人なる自分を理解して、そこからこの無償法人そのものの全体の仕組みや構造を理解すると。そのためにですね、えー、必ずどんな世界にも過去に文明があると、過去に聖法の時代の第五の教えのこれが書いてあると。この第五の教えにはこの無償法人の構造が書いてあると。そしてこの世界で何をすべきが書いてあると。えー、そういう仕組みになってんですよ。そして、聖法の時代には、 え、これが科学として、無償法人が何かを探求するべきことが科学として、えー、広まってんですよ。増法、マッポウ、サイマッポウの時代になってくと、もうそれはですね、インチキ宗教で、えー、なんだか壺ボ買えばお金が儲かるとか、えー、こうすれば偉くなるとか、拝めば偉くなるとか、そんな、ロスサイド側に潜り込まれたものになってしまっていると。だけど、その時代にあるにも関わらず、えー、無償法人に戻った如来っていうのは、これをですね、もう一回、えー、皆さんに要約して語り始めて、新しい、 法華経を作って、そしてまた、政法の時代が始まると。その政法の時代にはそれが科学になって、えー、あらゆる世界の王様はですね、その教えに従って生きていくと。これが要するに、この世界の政法であれば、アショカオとか、えー、カニシカオの時代で、アショカオは仏教が科学であって、我々は仮想世界において、本当の自分を見つけるために、えー、仏教を勉強してるっていう考えに沿って、その息子はですね、それなんかにまで行って、えー、南電仏教を広めましたと。 こういう時代の政府ですね。ですけど、増法になっていくといっぱい変な主張ができてきて、自分の実態が無償法にならんということを考えなくなって、えー、なんだか念仏唱えてればいいとか、なんか、えー、座禅だけしてればいいとかなるわけのあなこといっぱい始まるんですよ。で、それがさらにマッの時代になってくると、えー、これだけ唱えていれば、えー、商売繁盛、家内安全、子だから恵まれて、お金も儲かると、だん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 このロチサイド権に引きずり込まれていって、最後の今の時代はもう、みんなインチキ主教ばっかりと、金儲けだとかそんなご利益ばっかりですね。その中にあっ で、この法華経に気がついて、この法華経にお,いておける宇宙の構造、不本来生命っていうのは実体がない無償になって始まってない状態だと。その中にあるえ一つの空間がここであって、仮想キャラとしてこれを学んで自分が無償になるっていう視点からこの無償にそのものの構造、己自身の構造を理解するっていう。これがですね、本来の科学なんですけど、まあこの世界では仏教も科学じゃなくて、知さてれてご利益主義にされてしまってますと。はい。ですけどまあこの時代それが復活するんで、 また他の5次元からいろんななんか神々っていうのが来て、まあ、これを学ぶ魅力になって、この無償人の頂点としたピラミッドに入って、新しい法華経を学んで、自分もこの無償人と同,同一して、如来になるっていう。こういうですね、進化のプロセスが再び復活するのが、えー、魅力の時代なんですよ。 ですから目覚めを日本人なんて言いながら全く目覚めてないし、魅力の時代が来るとか、なんかわけのわかんない風の時代だとか、何の根拠もないガイアの法則で次は135度線の、え淡路島から文明が始まるなんて、こんな変なこと言ってる人たちに騙されないようにして、きちっと皆さんもこれを学んでですね、自分が始まるような状態で無償になりながら、えここに仮想映像として自分を持ってると。だけど下脱して自分は無償になって、その視点から無限にある世界がどういう仕組みになって、何を学ぶべき世界なのかを、 考えていくっていうのが仏教という科学なんですよ。この科学がですね、再びこの世界に取り戻されるのが、えー、魅力の時代でそれを学ぶ人たちのことを魅力って言うんですよ。そしてその人はゲラスすると、無償の視点から自分の真空の中にはどういう仕組みになってるかっていうことを、えー、研究し始めると。はい。これがこれから来る魅力の時代で、えー、本当に目覚めた人が、は、無償5人が自分であるっていうことを考え始めるんですよ。はい、今日は以上です